どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあ、このガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもあっという間にこのちっちゃいウクレレで皆さんの大好きな曲モリモリ弾いて歌う弾き語りができちゃいますよ、ということで日々簡単ウクレレレッスン公開しております。今日も張り切っていくぜ。今日のテーマソングはめちゃ熱な曲、こちらドーン、ドラマ GTO の主題歌、ポイズンでございます。反町隆史さんのあのね、伝説のドラマがもう復活だって話じゃないですか、皆さん。はい、もちろん、それはもう、ポイズンやりますよ、ポイズン。言いたいことも言えない、こんな、ね、これはもう熱く歌いましょう。はい、これ、なんとですね、コード、入門コード4つです。めちゃくちゃ嬉しい。これ、C と Am と F と G7、この4つでなんとできるんですよ。いや、これは、まあパワフルソングですから、全開でいきましょう。初心者様もすぐできちゃう、ものすごいエネルギッシュな曲やっていきまーす。さあ、今日はですね、 G ラボのガズモデルウクレレとシンプル簡単バージョンでは、こっちの初めてウクレレを使ってレッスンスタートしていくんですけどですね、はい、 G ラボウクレレ最強ウクレレなんですけど、はい、こっちの初めてウクレレは Amazon で即ゲットできるようになっております。 Amazon で初めてウクレレちょっと調べてみてください。はい、そしてですね、ポップアップショップ、 G ラボウクレレのポップアップショップが4月20、21とお台場のデックス東京お台場ビーチで開催。すべてのモデルのラインナップ、試奏とお試し引きもできますから、ぜひスケジュール調整してぜひ お越しください。はい、そしてですね、ガズの本ご機嫌ガズレレデイズ GGD、 めちゃくちゃいいこと言ってるエッセイ本が4月26日中の友社から出版されますよ。ぜひ予約お願いします。これもね、今最終段階編集、めちゃくちゃいい内容になってます。概要欄に予約できるとか貼っとくんでよろしくお願いします。はい、でこの本の出版記念イベントがあと若干ね、申し込みできるようになってます。こっちも合わせて概要欄チェックしておいてください。ウクレレ持ってきてね、楽しくワイワイやりましょうと。はい、レッスン入っていきましょう。いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者の簡単にできるようにしている超シンプル簡単バージョン、入門コードを何つったって今日4つですからね。はい、張り切ってこれはいけると思います。後半はかっこいいバージョン、このかっこいいバージョンはですね、あのフレーズを弾きます。やりたいでしょ、これ。これもしっかり後半を解説していきますので、楽しみにしておいてください。はい、2バージョンぜひとも最後までご覧になってください。まずは皆さん、音楽を始めましょう。今のところでちょっとお勉強するだけで、これからの人生自分の手でどんどん大好きな音楽を生み出せるんですから、ぜひガズレレで音楽始めてください。さあ、レッスン入っていきましょう。ポイズン、ガズレレ流シンプル簡単バージョンの方からゆっくりとやってみる。 必要な
反町隆史さんのポイズン、ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみた。入門コード4つだけど、なかなかパワフルな曲ですね。言いたいことも言えない世の中じゃ、ポイズン。言ってあげましょう、もう世の中に対して。いやいや、いい世の中ですよ、もうそうは言ったって。はい。そんなパワー溢れる曲、ウクレレ一本で全力で奏でていきましょう。今のアレンジはですね、ガズレレオリジナルのショートカットアレンジバージョンでございまして、一番全部やった後に、まあブリッジバージョンとかちょっと伸ばしてね、汚い嘘や言葉で操られたくない。このメッセージ熱い。そこからまた最後のサビに行ったというね、オリジナルショートカットアレンジバージョンでございます。フルコーラスやりたい方も、まずはここから始めてください。2番もコード進行一緒ですから、1番慣れてきたら、今のコード書いて2番の歌詞を書き加えるとできるようになりますということなんですけどね。ガズレレの動画には歌詞とコードが出てますので、ウクレレで練習してもらって1個目のゴール設定としては、ガズさんの簡単バージョンと一緒に合わせてできるようになったら、これはすごいと思いますよ。はい、一緒にできるまでちょっと練習していただいて、できるようになった方おめでとうございます。これは結構ね、熱い曲ですから、もうモリモリやってくださいね。一緒にできるようになった方、次のステップ行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTuber 一切見ずに、皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す、これをやっていただきたいなというふうに思うんですけど、最初から歌詞とコード全部丸暗記するのは、やっぱりいくらコード4つとはいえね、なかなかちょっと時間かかるかなということなんですけど、まずはね、やっぱ楽譜練習がいいと思います。楽譜を見ながら何回も何回も練習して、自分の中に落とし込んで、いずれは太陽に向かって、夕日に向かって歌う、こんなのが素敵だなというふうに思うんですけれどもですね、でも楽譜って一体どこにあんのっていうことが聞こえてきそうですけど、安心してください。今の、演奏はですね、ガズがこの書いた手書きの、ノート、このノートに書いた楽譜を見ながら今演奏していきました。これもうちょっとしたらカメラにこんな風に映して、みんなもこんな風に書いてみたらいいよってシェアしようと思うんですけど、今大変便利なサービス、ガズクラブが始まってます。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、ガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大な山のようなね、楽譜のストック、手書き楽譜のストックの中から毎月5曲、皆さんがこの曲やってみたい、これ曲いいな、私チャレンジしてみたいみたいな感じでお選びいただいて、お手元にですね、デジタルデータで、すぐにですね、ダウンロードできてご活用いただけるという素晴らしい画期的なサービスがスタートしております。で、このガズクラブなんですけどね、楽譜のダウンロード以外にもね、いろいろあります。毎月2回、ガズクラブメンバーがもう世界中からのね、参加があるんでね、大セッション大会、毎月2回やってるガズオン、これめちゃくちゃ楽しいんですよ。ぜひこれもね、盛り上がりますからね、これも体験していただきたいのと、メンバーの方だけが参加できる Facebook の非公開グループで皆さんの演奏動画をアップロードして、みんなでワイワイ楽しくやってるようなところがあったりと、なかなか楽しいクラブ活動になっております。ガズクラブぜひチェックよろしくお願いします。そして、これとはちょっと違うんですけど、ガズレレ大学というのもやってます。こっちは大学ですからちょっとハイレベルですよ。こっちは YouTube メンバーシッププログラムというやつを使っていまして、毎月590円の学校代をいただいてですね、毎週2回ライブ配信による濃厚講義でございます。こっちはですね、大学ですから皆さんちょっとねレベル高いですよ。入ってくださる方、きっと16ビートとかカッティングの練習とかして、それができそうでできないかみたいなぐらいを練習してくださる方々、すごくいい感じになるんじゃないかなというふうに思います。課題曲設定して深掘り、チャットでもその場でいろいろやり取りしながら進めていっております。で、あとね、毎朝7時半からラジオ配信してます。ガズラジといって、スタンド FM という無料アプリ、ラジオアプリと、あとガズラジという別の YouTube チャンネルがあります。毎朝7時半から365日、ガズの面白いラジオ配信、ウクレレのこととかいろんなこと、ぜひチェックしてみてください。今言ったこの3つのことを概要欄に貼ってあるんで、チェックしてみてくださいね。それでは、楽譜を見ていきましょう。ポイズン、反町隆史さん GTO 入門コード2やっていきますよ。このドラマね、どんな感じなんでしょう。うちテレビがないからね、ちょっとね、どんな風にして、だから覗いてみたいなと思うんですけれどもです。前見ていきましょう。これはフレーズ、ででれでででれでで、これシンプル簡単バージョンでは伸ばしたんですけど、ここかっこいいバージョンではあのメロディー弾きますからね。で、ここからリズムが入って、ででれでででれでってやっていくということですね。この矢印は、ここのかっこいいバージョンではこのフレーズを弾きながらリズムを入れていきます。ここのところのね、かっこいいバージョンのこの流れはね、もう必見ですからね、どっちにしても見てみてください。はい、そして、本番が入っていきますね。で、今シンプル簡単バージョン、この簡単コード弾いていったんですけど、ここかっこいいバージョンではですね、なかなか面白いミュートを使ったフレーズをやっていきます。これちょっと期待しておいてください。かっこいいバージョン、かなり再現度高くいってますね。ここもちょっと決めっぽく C と G7 をやるよというふうに、だいたい下にこういうふうに書いてあるのはですね、結構、かっこいいバージョンでのアナウンスになってます。コード進行はだからね、同じですね。入門コード4つですから、かっこいいバージョンも簡単版も。はい、
はい、こんな感じで写しておくので、お時間ある方はこの通りに、一時停止して書いていってください。そして今紹介させてもらったガズクラブで、このガズの手書きノートのデジタルデータをそのまんまお手元にダウンロード、デジタルデータでダウンロードしてもらってご活用いただくのも超おすすめです。ガズのノートの特徴を言いますと、はい、この歌詞の前にこう V とかなんかこれついてるじゃないですか。点がついていたり。これでリズムがわかるようになってます。ちょっとやってみます。ワン、ツー、スリー、フォー。うん、いつまでも信じていたい。うん。ね、こんな感じよ。最後まで思い続けた。この言葉のタイミングがこれで分かるようになってます。あとは歌詞カードに出てこないこう伸ばすところとかね。こういうのすごい役立ちますからね、伸ばすところが。はい。かなりね、ヒントが満載なガズレレ手書きノートですね。ガズクラブで、ご加入いただくのもおすすめでございますが、お時間ある方はこんな風に写しておくので、一時停止して書いてください。まず H、A2。はい。で、ここサビですね。サビが、これがね、熱いんだ、メッセージが。もうさ、もうパンクロックですね、これは。はい。はい、じっくり、一時停止って書いてね。で、ここ、ここから間奏なんですね。C4 ブロックになります。ここから、ここが1ブロック、1ブロック。ここの C4 ブロックはこのね、ちっちゃく書いてますけど。そして、今度ここ、伸ばしていくところですね。はい。汚い嘘や言葉で、操られたくないですね。はい。これをちょっとこんな感じで、ゆったりやってもらってですね。はい。で、またここサビに戻ります。で、サビを繰り返して、ここの、でーでーれでーをやって終わったよと。そんな感じになってます。はい、出てくるコード、今日はすごいよ。C と Am と F と G7 でも、これはもうね、初心者さんが一番最初に覚える4つの入門コードですから、これ安心です。これはもうね、もうここでさっと説明もできちゃう。C っていうのは下1本、1弦の3番目です。Am って上1本、4弦の 2フレット。F っていうのはこの Am1 個ここ足すだけ。F の覚え方は斜め。はい、G7 はこことこことこの三角形なんで、こう三角形、手首をくるっと回転。F から言うとこういうふうに回転させるのがポイントになります。はい。C、Am、F、G7。この4つだけでできる。嬉しい。これ入門コードなんですよ。ウクレレでできる。ぜひ皆さんこれやってみてください。はい。じゃあ、ここから、かっこいいバージョンの解説にどんどん入っていこうと思います。この曲はですね、その前にちょっと歌のね、ワンポイント言っとくと、サビでね、言ったいくとも言えない、こんなような、こんな風な、メロディーじゃないですか。これ言葉のタイミングで、結構こう、推進力っていうかですね、エネルギッシュなこう、前のめり感を出したいんですね。ちょっと聞いててくださいね。普通に歌うと、言いたいことも言えない、こんな世の中じゃないですか。だけどもっとこう前のめりに歌いたいんですよね。言いたいことも言えない、こんな世の中、なんか、こんな世の中、こう、ぐっとこう力強くいきたい。こんなね、ニュアンスだけでだいぶね、歌の表情も変わってくると思います。力強く歌えるといいんじゃないかな。言葉にリズムをこう思いっきり乗っける。こんな世の中、こんな感じで、いくといいと思います。じゃあ、ここからかっこいいバージョンの解説入っていきます。かっこいいバージョンは出てくるコード一緒なんで、リズムですね。今日出てくるリズムね、こんな感じです。8ビートのチャット、16ビートのブリッジミュート。このブリッジミュートっていうのがなかなか今日はね、なかなかすごいことになってますから。今日はちょっとね、簡単コードだけど、かっこいいバージョンはね、ちょっとこだわりがありますよ。あとやっぱり突筆すべきは、一番最初のエレキギターのフレーズを解説するっていうところから始まります。じゃあもう、曲の解説しようと思うんですけど、今映ってるこのリズムの解説は、この16ビートのブリッジミュートっていうのは、まずブリッジミュートっていうのがやっぱ大事になると思いますね。8ビートのチャットブリッジミュート概要欄に、ウクレレでできるリズムいろいろという URL が貼ってあるんで、そのリンク先に行くと、それぞれのね、濃厚レッスン動画が映ってる、動画が見えるようになってますね。そこでちょっとお勉強してください。はい、そしたらまずですね、レッスン入っていくんですけど、順番にイントロのエレキギターのフレーズ、ちょっとやってみるとこうですよ。かっこいいでしょ。これはやってほしい、皆さん。はい。タブフっていうのを登場させます。この読み方概要欄に貼っとくんで、ぜひ読み方わかんない方見てもらいたいんですけど、最初、3弦の0、2、0、3弦の0、2、0、1弦の3、0、0、2、0、3、シンプルでしょ。これを単音で弾くんですよね。ででででん、ででででで、はい。これが簡単そうに見えて結構難しいですからね。で、ガズの場合は、ハンマリング音を使ってます。2フレット弾いた後に、左手だけで、0に戻す。弾いてもいいですよ。でもいいけど、まあまあ、どっちでもいいです。で、全部弾いちゃってもいいし、ちょっと手だれの人は、ハンマリングオンって言って、離す。2フレット弾いてる時に、離して音を出せる。ね。
はい。このタイミング分かるよね。ワン、ツー、サン、はい。で、てれて、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 ちょっとシンコペーションっぽい。で、てれて、うん、て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 。はい。このフレーズ、ぜひ練習してください。これ難しいのは、多分みんなね、こうなっちゃうと思う。なんかこういう感じで和音になっちゃうんですね。だから単音で弾くっていうのは他の音出ないようにしてミュートしてるわけですよ。ね。ちゃんと一本の音しか出ないようにするっていうのが結構隠れた小技なんですけど。まあこのぐらいのフレーズだったらでもいけるかも。はい。ダー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 の時3弦の音を止めなきゃいけないから。ガズは親指でピッと当ててるんですよ。よく見てて。ここで当てて止めてます。はい。小技がたくさんなんですけど。まあこういうのね、面白いでしょ。ちょっとガズメロにも通じるあのタブ譜のメロディーですけど。はい。これ印象的です。で、この形のまんま次、イントロ2でリズムが入ってきてからも、8ビートの半分みたいな感じでやるんですよ。ちょっと見ててください。ワン、ツー、スリー、フォー。ダー、ドー、ダー、チャー、チャッー、ダー、ドー、ドー、チャー、タッカー。シンコペーションの8ビートのチャが半分みたいなリズムですね。それの応用編。ちょっと僕の手見てて、ここの、これを見てたらわかる。で、C はずっと押さえてるわけだから、ダンドドターンの時は、一弦をちょっと強調してあげるといいですよ。ね。ダンドドドだずっとこの一弦の3フレット押さえっぱなしですからね、フレーズ。ダンドドちょっとこれ何回か練習してみましょう。ゆっくり。ワン、ツー、サン、はい。ダン、ニーゼロ、サン、ダン、ダン、ニーゼロ、サン、ニーゼロっていうのは3弦の2ゼロってことですよ。ダン、ダ、ダ、チャン、ダン、ダ、ニーゼロ、サン、かっこいいでしょこれ。ちょっとイントロの流れやってみます。ワン、ツー、スリー、フォー。ビブラートかけたりして。せーの。はい、これがイントロです。ここもなかなかすごい。で、こっから A メロなんですけど、今日一番これがポイントです。今のは一番じゃないですよ。この A メロが一番ポイントです。どんなリズムかというと、ブリッジミュートの16ビートっぽい感じ。ちょっとやってみると。ワン、ツー、スリー、フォー。いつまでも信じていたい。タッとこ、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 タッとこ。すごいでしょ、これ。ブリッジミュートっていうのは、ここをブリッジっていうんですね。この白いのがついてるところ。ここに手のこの部分をちょっとこう触れてあげて、ここで、たったかたったかたったか、こんな感じ、まさにたっとこたっとこです。ちゃっちゃかちゃっちゃかちゃっちゃかたっ、はい、これをやりたいですね。もう一回練習いきます。ワン、Cの C で練習、せーの。手首柔らかくしないとですね、これ早いですから、ね、結構で F でしょ。自分は生きる意味があるはずと、これブリッジミュートは研究が必要ですからね。さっきも言ったけど、概要欄に貼ってあるウクレレのリズムいろいろのところにある、ブリッジミュートのレッスン動画がめちゃくちゃ詳しいんで、それを見てもらいたいですけど、手がもうこういう動きをしてるしかないですよ。ここから離れられないから、ここのブリッジにここの手がここがついてるからね。はい、ちょっと歌ってみましょう。ワン、ツー、で、ちょっとよくニュアンスを聞いておいてほしいんですけど、たまにオープンにするんです。ワン、ツー、スリー、フォー。いつまでも信じていたい。最後まで思い続けたい。自分は生きる意味があるはずと、ダーだったかだったか。わかる？ダーだったかだったか。ちょっとこの辺はあのラフな感じで言ってます。ダーンだったかだったかだったか。あんまり力入れると音がバッキバキになっちゃうから。こういう音になっちゃったら強すぎですからね。本当にサワサワサワです。音をくすぶらせる感じです。ここにミュートって言ってね。はい。ここがちょっと一番今日何気にあのかっこよくも難しいと。で、A メロの2で涙を流す痛みあるの会の後に C と G7 でサビに行くんですけど、その前にちょっと決めっぽくですねやりたいと思います。涙を流す痛みから、せーの。涙を流す痛みはあるのかい。ダーチャダーチャダーダーチャカチタタタ、こんな感じで C でダーチャダーチャ。これもカッティングなんですよ。あ、カッティング出てくるね、今日は。あ、後でもついてくるし、カッティングって言ったら、ダー、チャ、ダー、カ。今のカッティング。わかる？ダー、チャ、ダー、カ、ダー、カって言ったところが、カッティングなんですよ。3連っぽい。ダー、チャ、ダー、カ、ダー。次の G7 は、ダー、チャ、カ、チャ、チャ、チャ。ダー、チャ、カ、チャ、チャ、チャ。
ちょっとおかずっぽく感じでチャカチャカじゃ入れチャカチャカしながらサビに入っていくと。もう一回涙を流すからやってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。涙を流す痛みはあるのかい。タチャタカパタチャカチャ痛いことも言えないと。サビの8ビートのチャ気持ちよく入っていく流れでございます。で、サビの8ビートのチャはこれも雄大な、すっごいシンプルですから。痛くならないで、なんなんなるかじゃ。で、ここ気持ちいいから早くならないように注意なんですけど、ここはちょっと早くなっちゃうね。行きたいもん、ここ。はい。熱唱のところでございます。あとはすごいシンプルで繰り返しなんですね。で、サビを全部やった後は感想としてまた、戦うことも必要な、ここのね、後半のフレーズやって、でその後伸ばすとこあるんですけど、そこで一個ねちょっと難しい決めがあります。汚いそや言葉では譲られたくない伸ばしたのポイズン、この後決めが入るんですよ。素直な気持ちからドドーンです。分かるタイミング、素直な気持ちのところね、せーの、素直な気持ちからダドン。 G7F 一瞬にしてシンコペーションです。 Am I not G7F ジゼン、このタイミングよく聞いてください。せーの、さん、はい。ドン、ズン、ズン、ダ、ドン、ダン、ダン、ダン。ダが G7、ドーンが F、え、F ですかね。ダーン、ドドーン、ダドーン、G7F。歌がね、このタイミング難しいんですよ。素直な気持ちから目をそらしたくないって入ります。言葉のタイミングめっちゃ難しいんですよ、ここ。ここはね、歌はそこね、タイミング。ちょっともう一回。ワン、ツー、スリー。素直な気持ちから目をそらしたくない。また、シー、チャ、イー、チャ、パー、タ、チカ、タ、イー、タ、サビに行きます。ここの C と G7 のところは、さっきの A の2の一番最後のところと全く一緒ですね。その前の素直な気持ちのところの、あの、決めがですね、歌が、混ざるとこれが難しかった。ここで、せっかくここまでやってきたのに、ここでね、あーってなっちゃうパターンがもうね、あるんですね。と、脳トレ要素高いね、フレーズになってますんで、ここは何回も練習してやってみてください。で、サビ最後までやって、ダー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 ツ、ダー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 やって終わるよという、そんなね、曲なんでございます。一応曲はね、すごいシンプルなんですけれども、よく深めていくと、かなりね、かっこいいバージョン、今回のガズレレかっこいいバージョンは、マニアックにですね、攻めてますから、はい、ぜひあの細かいところもあの時間かけてじっくりトライしていただければというのも、まあ全部8ビートでももう本当かっこいいですけどね、まあそれでも全然まあ OK なので、まず8ビートで気持ちよくやるのがいいかもしれない。最初もいつまでも信じていたいというのも8ビートのちゃんとやっちゃうバージョンもね全然ありだと思います。まずはそれ楽しんでもらって、こんな深掘りしていくのもいいんじゃないかなと、そんな風に思ってます。GTO のドラマ。まあ、これがもう皆さんもうね、もうね、すごいことになってるでしょう、きっと。そのパワーももう閉じ込めて弾き語りに乗っけていきましょう。さあ、行きましょうか。GTO 主題歌、ポイズン、反町隆史さんのあの名曲ロックンロールナンバー、ガズレレ流かっこいいバージョン、やってみる !1,2,3,4!
GTO。反町隆史 GTO のポイズンガズレレ流かっこいいバージョンやってみた。これはですね、まあ我ながらすごいこうアレンジだなというふうに思いますけど、ウクレレ一本であのなんか再現度すごくないですか。ちょっとね、ちょっとあのいい感じだなと思って、もうねガズさん結構ほくそ笑んでますけれども、ぜひ皆さんあのじっくり時間かけてトライしてみてください。さあ、Gラボのウクレレポップアップショップお台場で4月20日21日オープン、みんな予定入れといてください。あと GGD ガズがめちゃくちゃいいこと言ってる SA 本主婦の友社から4月26日に発売、予約お願いします。この出版記念イベントもあとちょっとだけ入れるようになってますので、このご案内概要欄に貼っときます。よろしくお願いします。はい、こちらの本が、リリースされましたよ。これ大好評でございます。はい、ハンディ版ボリューム1とハンディ版ボリューム2ということですけど、これそれぞれ過去に出していた、こっちが1、2、こっちが過去に出して3、4が2冊分が、これそれぞれ200曲収録というね話題の本でございます。Amazon 並び書店さん、楽器店さんので、今販売しておりますので、ぜひねチェックしていただきたいと思うんですけど、これ Amazon とか楽天ブックスさんでご購入いただいた方はレビューを書いていただけるとですね、これからまだガズレレ知らない方にすごい参考になると思いますので、ぜひともよろしくお願いします。いろいろやってます。ガズレシピというアプリがあってですね、その中でも楽譜が、購入できたり見たりとか、あのインストールは無料ですので、まず入れてみて、お試し、あの、楽譜もあるんで見てみてください。そこでもね、たくさん楽譜がゲットできますからね、一曲でもセットでもゲットできるようになっていたり、あとね、この、水引きとかキャップだとか T シャツとかね、このウクレレストラップとか、こういうグッズもたくさん取り上がってます。あの、公式ホームページのこのバナーに行ってもらうとね、ありますね。まずガズレレ公式ホームページに行ってもらって、このバナーをちょっと見つけていただくと、そういうのもあったりとか、あとね、ガズピアノっていうのもやってるんですよ、ガズレレでは。はい。本も出てます。これね、ガズさんが考えたね、宇宙一簡単な、あの、弾き語り専用の鍵盤楽器の弾き方です。これをね、世の中ひっくり返るぐらいの大革命なピアノの弾き方なんですよ。ぜひこのガズピアノの、YouTube、これ YouTube チャンネルやってるんですよ、ガズピアノ。ぜひ皆さん、あの、本当に簡単ですから。あの、鍵盤楽器は全く弾けないガズさんが、思いついた弾き方ですからね、ぜひチェックしてみてください。まあ何はともあれ、このガズレレ公式ホームページを見てもらうとですね、すごくいいと思いますよ。はい、ぜひ見ていってください。それでは皆さん楽しく音楽していこう。バイバイ。